皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数、今回は長さの単位についてお話しします。長さの単位、ミリメートル、センチメートル、メートル、キロメートルがありましたよね。そしてどの単位の中にもメートルが入っています。このことから分かるように、長さの単位の基準となるのはメートルなんですよね。そしてこの仕組みをメートル法と言います。このメートルの前についている文字、これが基準となるメートルの何倍にあたるか、これを表しています。ここにこのメートル法の表を作ってみました。この中にはほとんど使われない単位もあるんですけれど、それも今回紹介してみたいと思います。長さの単位、順番に読んでいくと、ミリメートル、センチメートル、その次これデシメートルと言います。そしてメートル、その次がデカメートル、ヘクトメートル、キロメートルですね。このデシとかデカとかヘクト、このメートルほとんど使いません。でもどんな意味があるかということで、ここで書いてあります。じゃあミリメートルの意味、これ何倍かというと、実は1000分の1倍、ね、1メートルの1000分の1が1ミリメートルだよということですね。つまり1ミリメートルが1000個集まったら1メートルになるということです。でセンチメートル、これは100分の1倍ということです。つまり1センチメートルが100個集まったら1メートル、つまり1メートルは100センチメートル、こういうことになります。そしてこのデシメートル、これは10分の1です。これは使わないので余分なことは言いません。で基準となるメートル、これは1メートルですよね。そしてこのデカメートル、これは10倍という意味です。1メートルを10倍したのが1デカメートル、ヘクトメートルは100倍という意味で、1メートルを100倍した1ヘクトメートルと。そしてよく使うキロメートル、このキロというのは1000倍という意味です、ね、1メートルを1000倍したら1キロメートル、つまり1キロメートルは1000メートル、こういうことになりますね。でここでよく使うミリメートル、センチメートル、メートル、キロメートルについて、この下でちょっと単位の変換の練習をしていきたいと思います。これ練習ですね。括弧1、1センチメートルは、センチメートルは100分の1でしたから、100分の1メートル、または小数で 0.01 メートルでもいいですね。1ミリメートルは、ミリというのは1000分の1でしたから、これは1000分の1メートル、こうなります。次ですね、1キロメートル、キロは1000倍の意味ですから、1キロメートルは1000メートルですね。つまり1メートルが1000集まったら1キロメートルだよということです。で1センチメートルは何ミリか、これ皆さんの定規にメモリついているでしょ、それを見てください。1センチメートルは10ミリメートルですね。で1メートルは何センチか、センチメートルって100分の1でしたから、100個集まったら1メートルになるんで100センチメートル、メートルをセンチに直すときは100倍すればいいということがわかります。1メートルは何ミリメートルかと、これはミリメートルって1000分の1メートルだったら、ね、1000個集まったら1メートルですから、1メートルは1000ミリメートルと、メートルをミリに直すときには1000倍すればいいということがわかります。で1メートルは何キロメートルか、ね、1000倍したのが、1メートルを1000倍したのが1キロメートルでしたから、1メートルは1000のうちの1つで1000分の1キロメートル、または小数で 0.001 キロメートルとやっても構いません。つまりメートルをキロメートルに直すときには1000で割ればいいということがわかります。
7000mm は何メートルかと、1メートル1000と分かりましたね。7000はその7倍ですから、7000mm は7メートルと、こうなります。0.3km は何メートルか、キロメートルって1000倍の意味でしたから、0.3 を1000倍したらメートルになる。0.3×100、これは300ですよね。ですから300m と。160cm は何メートルかと、ね、センチメートルは100分の1ですね。100で割ってあげましょう。そうすると 1.6m と、このようにセンチメートルをメートルに直すことができるんですね。今回は長さの単位についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。